やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は新藤克義さんを迎えてお送りします。新藤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。ジェフユナイテッド市原対モンテディオ山形、これが本日の対戦カードです。黄色いユニフォームがフィールドに出てきました。いよいよキックオフです。画面に向かって右にエンドを取ったモンテディオ山形、反対側左にエンドを取ったジェフユナイテッド市原。ヘッドでパスを送る。スペースができている。大島放り込んできた。武藤シュート、ギュー、もう一度見てみましょう。武藤、一旦サイドチェンジ、よく見ています。さあここからどう攻める。ゴール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 決まった。ジェフ、攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。ミリノビッチ、ワンツー、ここで折り返す。浮き、鈴木健太郎、コーナーキックになります。さあチャンス到来。パスで、さあどちらがボールを支配するのか。前半35分をすでに過ぎました。佐藤雄介、いっけいけドリブル、中西、ムイチン、ゴール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 、アンビリバブルゴール。得点は3対0。ジェフユ、大島、ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は3対0、ジェフユナイテッド市原3点リード。さて新藤さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見どころの多い試合内容でした。この調子で頑張ってもらいたいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。
シュート入った、ゴール、ブリリアントゴール。得点は4対0、ジェフユナイテッド市原大量得点です。茶野、ミリノビッチ、中西、スローイン、決めることができない。後半15分、ヨンス、中西、さあここからどう攻める、チェヨン、ゴー、なんてアートな。得点は5対0、ジェフユナイテッド市原。選手交代が行われるのでしょうか。必要にチェックを仕掛けます。コーナーキックを得ました。選手の交代です。さあチャンス到来、シュート、惜しいシュートでしたね。大島、阿部、長谷部、走り込んできた、大島、下げます。ここで試合終了のホイッスル、ジェフユナイテッド1本完勝です。それでは新藤さん、試合を振り返っていかがでしたか。大差がつきましたが内容は悪くなかったと思いますよ。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。